桶狭間の勝利で今川家の脅威から解放された信長は徳川家康と改めて盟約を結び東方の攻略を託した。後顧の憂いを絶った信長は次なる目標を美濃に定め、因縁の相手斎藤義達の討伐を決める。しかし義達の居城稲葉山城は難攻不落の堅城。信長は攻略の糸口を見いだせずにいた。稲葉山城の戦い。義元を討った今、次に攻めるべきは義達。俺は斎藤家を滅ぼし美濃を取るつもりだ。機長、斎藤が滅ぶ様を見たくなければ尾張に残れ。お前はどうしたい？わからない。私は今まで自分で何かを決めたことがなかったから。私は父上に言われるままに生きてきた。斎藤家を強くするための道具として、父上が死んでも美濃に斎藤家が続く限り、私は心のどこかで父上に縛られ続けている。あなたが斎藤家を滅ぼしてくれれば私は変われるかもしれないわね。ならば共に来て己が手で因縁を断つがいい。でなければ親父殿の呪いは解けまい。分かった、そうさせてもらうわ。よう秀吉、ついに美濃攻めだな。思い切り暴れてやるぜ。織田に槍のまたざありってな。貴様がかなって張り切ってんな。だがそう簡単にいくかね。そういや信長様も何かもう一手あればと言ってたが。ああ、どうやら信長様は角又のあたりに城攻めの足がかりとなる小城を築きたいらしい。だが敵地で城を不振するなど土台無茶な話よ。それなら敵に見つかる前に作っちまえば。資材を一気に組み上げて、だが助っ人がいるな。何をブツブツ言ってんだ。いや、こっちの話だ。この秀吉の活躍にこうご期待。それじゃ。なんだあいつ。俺のやり方。私もあなたのように輝いてみせる。秀吉、いいぞ。さあ、旗印を掲げろーい。角又城、これにて完成だ。角又城からなら崖を登ることができる。これで稲葉山城を攻められるぞ。秀吉がやったか。よし、全軍に号令。二手に分かれて角又城に向かえ。角又城は間違いなくこの戦の要だ。桃地の兄貴、敵に奪われないよう頼むぞ。俺を誰だと思ってやがる。とはいえどれだけ持つかわからねえから。私の帰るべき場所はもう斎藤家じゃない。この戦いで因縁を断ち切ってみせる。父さん様は義達様を見限っておられた。美濃の主にふさわしいのは誰なのだ。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。でも織田勢の攻め口はあそこだけ。あの城を抑えちゃえばこっちの勝ちかな。よし、角又へ進むぞ。開門。これは侵略ではない。親父殿より譲られた美濃を義達から奪い返すための戦よ。と侮ったか。聞かせていただこう。美濃の者たちは去就に迷っているようね。織田の強さを見せれば寝返るかもしれないわ。なんと見事な。目障りだ。壊してくれる。どちらが勝とうと知ったことか。皆引け。我らはこの戦から手を引く。開門。よくやった。それに伊賀の野地三太夫にございます。織田殿、以後お見知りおきを。しかし信長様、せっかく城を建てたものの敵の攻撃が激しくて進めそうにありませんや。案ずるな、間もなく援軍が来る。秀吉、三太夫、それまで耐えしのぐぞ。角又の城に向かって、あの城さえ奪えば織田勢に勝てるから。斎藤の軍師は竹中半兵衛と言ったか。あんなやつを仲間にできたらな。俺をうつけと侮ったか。お相手いたす。目障りだ。してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。援軍は近いぞ。踏みとどまれ。手触りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。敵将、討ち取ったぞ。美濃の主にふさわしいもの俺以外にいねえ。信長ごときに奪えるものが討ち死に。信長様の前に敵はいねえな。それまで。ただいま参上しましたぞ。これより攻勢に転じる。稲葉山城を包み込むように兵を進めよ。者ども、何をしている。さっさと織田勢の進軍を止めねえか。開門。今さら必死になろうと無駄よ。返り討ちにしてくれるわ。信長こそが天下無双よ。さてと、オイラたちは斎藤の軍師殿を黙らせに行くとしようか。秀吉は西へ向かったようだな。ならば我らは東回りで進もうぞ。行け。何としても角又の城を奪うのだ。また敵の増援が角又を狙っているようだ。おお、半兵衛殿の申された通り敵が迷い込んできたわ。押し潰せ。オイラたちの動き、半兵衛にはお見通しだったか。秀吉が囲まれているか。救ってやらねば城攻めに支障が出よう。力及ばずか。お見事にござった。ここからなら稲葉山城の背後を取れよう。まずは味方を呼び込むか。美濃を狙う盗人どもめ、この力され。苦戦救援行。これで斎藤の兵力もだいぶ削れただろう。期待通りの戦ぶり。やはり信長はただのうつけじゃねえな。ひるんではならん。畳みかけよう。助とは侮ったか。聞かせていただこう。いやはや、さすがでございますな。開門。やれやれ、なんとかしのいだな。今度こそ半兵衛のところへ行くぞ。角又に城を作った人、どんな人なのかな。直接相手をしないとわからないよね。開門。半兵衛のやつ、自分で門を開けやがった。もしやオイラに興味を持ってくれたのか。竹中半兵衛、オイラは秀吉ってんだが、これも何かの縁だ。仲間になってくれよ。お誘いは嬉しいけど、急に言われてもな。僕に勝てたら考えてあげてもいいけど。この俺を止めようとて無駄よ。分かったよ。君の家来になってあげる。そういえば義達様に通じる裏道があるけど。開門。しゃあ、おいらの仲間になってくれるんだな。で、裏道があるって。よし、進むか。道は開けた。義達を撃て。父上、竹中半兵衛が裏切りました。背後より敵が迫っています。おのれ、勝之、いざとなればお前は落ち延びろ。俺の怨念はお前が継ぐんだ。開門。ごめんなさい義達、せめて最後は私の手で。このままでは義達様が危ない。信長、親父に呼ばれてきやがったか。じじい、死んでも俺を苦しめやがる。親父殿はこうなると分かっていた。恨め、己の不明を恨め。俺をうつけと侮ったか。悔しいが、ここまでか。目障りだ。してくれる。この俺を止めようとて無駄よ。終わりのうつけにこの国は渡さねえ。美濃の正当な主は俺だ。義達様は私がお守りする。聞かせていただこう。正しかったってのか。認めねえ。俺は認めねえぞ。討ち死に。これで終わったのね。斎藤は滅んだ。機長、これでお前の心も解き放たれよう。秀吉、砂俣での築城は見事だった。かの城をなくして勝つのは難しかっただろう。母、ありがたきお言葉ですが、砂俣城はオイラ一人の手柄ではありません。まあ分かっている。桃地三太夫と言ったな。世話になった。お前は伊賀の忍びか。さよう。お呼びいただければいつでも参上します。お役に立ちますぜ。それと信長様、このものをオイラの配下に加えても構いませんか。改めまして竹中半兵衛です。この度秀吉殿から仕官のお誘いをいただきまして。斎藤の軍師だったやつだな。秀吉に仕えたいのなら好きにしろ。はい、では好きにします。よろしくね、秀吉さん。おいらにさん付けなんかいらねえよ。頼りにしてっからな、半兵衛。今宵は盛大に宴かな。相変わらずのんきなやつだ。皆聞け。我らは今川を討ち、斎藤を滅ぼした。もはや織田を脅かしてきた者たちはおらぬ。しかし一時の平穏に甘んじていては再び乱世に飲まれよう。ここで歩みを止めるわけにはいかぬ。乱世の断りを壊し新たな世を作る、それこそが織田信長の歩むべき道と覚悟した。ほう。天下一新、これをなすまで我らの戦いは終わらぬ。そう心得よ。ははー。